演出家、テレビプロデューサー。元テレビ朝日所属。神戸市出身。幼少期に父を亡くし、母子家庭で育った。六甲学院中学校、高等学校を経て、一橋大学社会学部を卒業した。テニスを愛好していたことから、ウィンブルドン選手権中継に携わりたいという理由で、テレビ朝日に入社する。 40歳前後の頃には仕事を辞めることを考えていたが、ドラマ、傷だらけのラブソングに感銘を受けて、プロデューサーに電話をしたことがきっかけとなり、同じチームによる特命係長、ただのひとしに参加する。監督を務めていた時に、スポーツ局への移動を命じられ、なんだを担当する傍らで、ドラマ、アストロ球団を作ったりした。 ただのひとしのパート2に際しては、俳優の高橋勝則からの働きかけもあり、スポーツ局所属のままで撮影に参加した。2018年に、テレビ朝日を退職後はフリーランスに転校。個人事務所、株式会社、純、秋山クリエイティブを設立し、代表取締役を務める。ABCDE、特命係長、ただのひとしの監督でもある。 秋山淳さんの右与曲折と、主演、高橋克典さんとの熱い間柄に感類。ライブドアニュース。2020年5月15日閲覧。HP 内プロフィールハットインク、ナターシャ、ジャコフェス2019夏南翔太、松浦翔太郎、橋谷拓卓球、林田美咲優、吉木良座段階ステージナタリー特集、インタビュー。ステージナタリー。 2020年5月15日閲覧。ヤコフス第2弾が 12.25&26 に開催。南翔太、体当たりで全力で挑みます。オラカニュース。2020年5月15日閲覧。ありがとうございます。